の例文で、あなたは次の駅で降りますか？ Вы выходите на следующей станции? という表現が出てきました。これ実はロシアの満員電車での必須フレーズなんですよね。次の駅で降りたいのに、車内が混んでいてちゃんと降りられるかどうか心配な時に、自分と出口の間にいる人にこう聞くんです。もしその人も降りるのなら後に続いて降りればいいし、その人が降りない場合は立っている場所を入れ替わってもらいます。その先にもまだ人がいれば、さらにその人にも同じことを聞きます。そうやって次の駅に着くまでの間に降りやすい位置を確保するというのがロシアの交通機関でのお作法です。日本だとドア付近に立っている人は自分が降りる駅でなくても一旦外に出て他の人が降りやすくするという気配りをする人が多いと思いますが、ロシア方式も結構便利です。バスの場合はスタンツヤではなくアスタノフカ、停留所を使って Вы выходите на следующей остановке? と言えば OK です。На следующей выходите というシンプルな言い方をすることもよくあります。主語の V や駅、停留所という名詞が省略された言い方ですね。次降りますかというのは本当によく使われるフレーズなので、こういうシンプルな言い方を覚えておくといいですよ。というか、ロシアだとドア近くに立っている人が気を使って一旦外に出てくれたりしないので、このフレーズを使わないと永遠に満員電車から降りられないかもしれません。では今回はこの辺で。皆さんさようなら。До свидания。JOAB NHK 東京第二放送です。